レイジ、面白い情報を掴んだんだけど、聞きたい？何ですか、創造師。リビングで走り回るとは行儀が悪いですよ。それはいいからさ。オランジュが今、面白いことになってるの知ってる？オランジュ？ルキたちですか？イブのいるビオレではなく。そう！ほら、前にルキたちって、彼らたちと一戦交えたじゃない？ええ。スカイマから報告は受けています。あそこで無理やり撤退させられたのがムカついたらしくてさ。アヤトとカナトが暴走中なんだよ。今はほとんど家にいないで好き勝手やってる。おお。なるほど。つまり屋敷が今は手薄と。それはいい情報ですね。シューとユーマを呼びなさい。準備を始めましょう。だから、タケの奴らが何しようが、全員ぶっ潰せばいいじゃねえか。そんなものは知略とは言わん。少しは頭を使え。てめえバカにしてんのかよ。貴様があまりにも無知ゆえに指導しているに過ぎん。だと？この程度のことで逆上していてはそこが知れるな。上等だ。今すぐここで蹴りつけてやろうじゃねえか。大体作戦も何も相手がどう出るかなんて分かるわけねえだろ。それとも未来を見えるようにでもなれってのかよ。できるわけがねえ。そうとは限らん。貴様の兄であるレイジ、奴のことは私より詳しいはずだろう。まあ詳しくはねえけど、てめえよりは知ってるだろうな。あれは何か企てた時、正面を切って殴り込みに来るか。するわけねえ。あいつは陰険なんだよ。裏で動くに決まってる。ならば怪しい動きのある今、どのような手を使うか。罠を張りまくるとか、こっそり影から隙を伺うとか、そんな感じじゃねえの？そうだ。相手を知り、現状を踏まえ、次の出方を探る。それが分かれば、おのずと自らの行動も選択できる。これが策を練るということだ。そういうもんなのか。ピンとこねえな。貴様は筋は悪くない。経験を積めば身になるだろう。そうかよ。どうした？だよ、ニヤニヤしやがって。しかし最悪のタイミングだな。どっちの家も動くんじゃ屋敷を留守にできねえ。この調子じゃ教会へ行く隙もねえな。確かに竹が活発に動き始めた今、教会へ向かうのは至難の業か。あの男は、始祖の生き残りだったな。だが、病魔に侵されているようだ。症状が落ち着いているのは、一時的なものだろう。いずれ、
あの男は死に至る。選ぶがいい、イブよ。箱庭という楽園で暮らすか、ここを追放されるか。しかし、時が過ぎるほど事態は悪化していく。多少は強行軍となろうとも、調査に赴くべきかもしれん。へえ、いいこと言うじゃねえか。だったら正面切って乗り込んでやるとしようぜ。ユイ、どうした？なんだよ。この空間から出るって一番張り切ってたのはお前だろ。何か懸念することでもあるのか？なるほど。確かに貴様の進言にも一理ある。確証がないまま動いて仕損じるなど、もってのほか。せめてスカーレットとオランジュ、双方の出方が見えるまでは待つとしよう。チェ、なんだよ、まどろっこしいな。そろそろ時間だな。あまり長居してると他の奴らに感づかれる。ああ、また明日改めて話をするとしよう。わかったよ。じゃあな。ずいぶんと上機嫌だな。そのようだ。先ほどとは打って変わって表情が明るい。ああ、何か思い詰めているような面持ちだった。このことは他言無用。誰かに知られてはならない。また顔が陰っている。それほどまでに何を不安に思う。それならば、ライトたちを偵察に出している。じきに状況もわかるだろう。しかし、貴様は何を作っている？ほう。私のために愛らしいことをしてくれる。私が
趣味に興じろという意味ならば絵画でも眺めていたいところだが、この状況でそれは望めないか。ならば貴様に合わせてやるのも悪くない。なるほど、器用なものだ。こうか。これでいいのか。かつて戦地に赴いた頃は野営を行っていたというのに、腕がなまってしまったな。後ろから、これでいいのか。何をまじまじと見ている。さほど面白いものでもないだろう。このくらいの分量か。難しいものだ。貴様、思想であり夫となる私を愚弄するとは。許されると思うな。その身に罰を受けろ。わかっている。苦手なのだろう。仕置きとしては申し分ない。そのような声を出してもこれ以上は与えてやらん。貴様への罰にならないからな。さあ、食事の準備を続けろ。それが終わったらたっぷりと血を吸ってやろう。ああ、実に私好みの味だ。褒めてやろう。静かだな。こうしていると。バンマデンを思い出す。貴様と私、そして真の三人で暮らしていた。貴様はまだそんなことを言っているのか。ヴァンパイアのことなど放っておけばいい。教会への調査を第一の目標としていたが、タケの動きが活発になっている。ならば、オランジュの動向をつかみ、真を取り戻す。
それに注力すべきかもしれんな。どうした？食が進まないのか？